よかった、無事成功した、よかったよかった、安心した、そのコメントが見れてショールームでも、うん、そう今日開幕ですね、中日ドラゴンズさんとジャイアンツさん、でも昨日もあ開幕してますよね、パリーグですっけ、ポニーテのおかげよかった、来たよってヤッホー、嬉しい、夜にこんばんは、今日は金曜日、3月31日ですよ皆さん、3月30日金曜日、なんかめっちゃ綺麗ですね、そうの久しぶり、最近ずっと体調悪かった、なんでみなっぴ、嬉しい来てくれて、18歳になりました、歌を歌いましょう、ちょっと待って前髪させて、歌を歌う前に、9周年公演申し込んだ、嬉しい、9周年公演、皆さんみんなであのレッスン頑張ったので、エイト見に来てください、劇場でみんなで踊るのは最後です、最後だと思うのでね、明日も仕事なんで曜日は特に気にします、そっかそうね、声出し解禁後最初の公式戦やから声援やばい、お今なう ?9 周年はさすがに控えて、そうね4月30待ってるわ、うん、帯状疱疹、帯状疱疹かきついな、風邪ひいたりしてた、うん、復活したよかった、東京ドームから見てくれてるの嬉しい、東京ドームから、よし、じゃあ今から歌を歌います、せーの、 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear ウランちゃん Happy birthday to you ウランちゃん、お誕生日おめでとう、18いつもたくさん画像とか動画とか作ってくれて嬉しい、これからもよろしくね、大学頑張れおめでとうございます、みんな優しいね、本当に優しい、サラモンファンおめでとう、ランちゃん18やって若くない、みんなもうマジで若いよね、18とか若すぎる、うん、だって私18で入りましたもん、8、あでもウランちゃんも3月やからその前には入ってたか、うん、声出し応援楽しんでます、お、じゃあソーシさんもなう今、うん、お疲れ様ごー、母の誕生日もケーキのギフト投げれるようにしてください、確かに確かに、ちょっとお願いしちゃって明日から大学生割と無理って、確かに今日で JK ブランドおしまいやね、お疲れ様 JK ブランドうん、みんなのお誕生日一緒にお祝いできるの嬉しいね、え確かに私のファンの方年齢層低いかも、うん、
バランス良い気がする。幅広い、でも多分幅広いっていうか若いよね、みんな、みんな若い。若くてみんな優しい、なんかみんな優しいし、すごいなんか思いやりのある方が多いね。コメントとか見ちゃってめっちゃ思います、それは。そう、年齢低いってめっちゃ面白い。若いよみんな。みんな若い、なんかバランスいいと思います、すごくいい意味で。一瞬しか来れんかったけど、待ち幸せ。今日このために頑張ってた、かわいすぎる。あ、お祝いでな、いいねいいね、いってらっしゃい。こう見えて髪型には厳しいよ、確かに髪型にめっちゃ厳しいね。推しに似てんのかなって、似てくれたみんな。そうやって言ってくれて嬉しい。サーモンさんの、サラモンさんのってちょっとなんかあの遠く感じるから、サラモンでいいよ。なんかそう聞いて若返った、単純なんでって。若返ってください、若いのでまだまだ。サラちゃんのアクスタ持ってきて撮ったから、後日サラメールに載せる。嬉しい。あ、そう、みんな波動の、私波動全然出れちょらんけど、波動のあのグッズ、フライングエットの衣装を着た波動のグッズがあの発売されてるみたいなので、皆さんアクスタだったりバッチだったりぜひゲットしてください。ちなみに缶バッチはなんか前回の緑のバッチ、昨日見たんやけど、緑のバッチの方が好きかもしんない。いや、どっちも好きですけど、あっちもいいなって思った。まあどっちもおすすめです。フラインゲットの衣装とかさ、着れることないから嬉しかったよね。あ、インスタに載せる、嬉しい。載せて載せて。やす1983さん、さくらありがとう。サラノンさんはやめて、やめて。4月末のコンサートまでに開けといた方がいい日あるって、4月末のコンサートまでに4月29、30、9とかですかね。うえみさん呼び貫いていきます。嫌です。サラノンさんって言ってくれる、かわいすぎる。しまちゃん、リンボスターありがとう。何々ポーズが多い、何ポーズ、あ、これどうも。ドマンさん、さくらありがとう。ウエミさん、やだ、下の名前がいいです、せめて。まあ、何でも嬉しいけどさ、何でも嬉しいけど下の名前やと思って嬉しいよね。ウエさん初めて言われたわ。だってなんかウエミさんとか学校みたいやん。ポニテの時は空のポニテ以外はサラノンさん。なんなんなん。なん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 。今日よもぎちゃんに久しぶりに会いに行ってきたよって。よもぎちゃん、よもぎちゃんに久しぶりに会ってきた。よもぎちゃん、私どこに。私はずっとサラノちゃん呼びでずっと行きます。嬉しい。サラノちゃん呼びはめっちゃ嬉しいです。嬉しい。のんさん初めて、初めて。のんさん、のんさん初めてですね。こんばんは。下だとソラノさん、待って、ソラノさんもめっちゃさ、ねえねえ、ソラノさんもめっちゃさ、他人行儀、めっちゃ他人に感じるので、そうですね、まあソラノンとか、まあまあ好きな呼び方でいいですよ。はい、
そらぬちゃんでも、そらちゃんでも、のんちゃんでも、そらのんでもね、あまのちゃんは嫌です、そらのなんで。うん、今日から映画倉庫の新春8の日の2022のダイジェスト、あ、メイキング公開されて、あ、今頃なんよ。撮った撮った、廊下で撮ったやつじゃない。傷跡がまだまだいったもので、休み休みコメント、うん、ゆっくり休んで元気になってまた来てね、たくさん綺麗ありがとう、やす1983さん、こんばんは。うん、え、私の母親は毎回注意しても天野ちゃんです。じゃあちゃんと言っといてよ。でもママなら仕方ないな、ママなら許そっかな。わさっぴママも見てくれてるんですか、もしかして。え、わさっぴママ一緒に見てくれてんの、可愛くないそれ。船降りた時に一緒に見よるってこと。そらね、なんかいとこがちっちゃい、もっとちっちゃい時のこと思い出した。そら姉ちゃんって呼ばれよった、うん、可愛くない、めっちゃ可愛くない。でも今も多分あったらそら姉ちゃんと思うな。そら姉ちゃんって呼んでくれるの初めてすぎて可愛すぎた。天野ちゃんのサイン来てたよって言います、めっちゃ可愛い。違います。あと個人的にはスイカベイビーの衣装、サイリンとコンビだったの私とくだったって。スイカベイビーの衣装でペアだったんですか、あれ。あんま覚えてないですね。スイカベイビー、世界で一番好きだよ。あれ靴がめっちゃ難かったんですよ。靴も、靴がヒールで確かめっちゃフラフラしてた。うん、あ、さすがに配信は見てないんや。じゃあ推しってことは知ってるんやね。そう、開幕今日、明日、あ、昨日でも今日か、本格的に、本格的にはじゃないね、今日、まあ、昨日、うん、どっちって言えばいいのね、昨日か。私の配信終わったら買い物いいね、行っておいで。懐かしい、スイカベイビーやったな。でもスイカベイビーやったのさ、もうさ1年以上前やね。ね、そうね、ありがとう、しまちゃん、ユニフォーム忘れよった。ユニフォーム、うん、わさっぴさんありがとう。さくら、どれぐらいやるって、うん、15分ぐらいかな、20分とか、20分にする、20分。ちょっと待って、ちょっと忘れんうちにさ。でもさ、ちょっとショックやったのがね、いやいいです、何もないです。とりあえずホームページ開いときます。でもさ、私めっちゃ出遅れたなって思った。なんかさ、もっといろんなグッズ買いたかったと思って、この記念品みたいなグッズ結構さ、なんか昨日見たら売り切れてたんですよ。あ、こんな商品もあったんやっていう商品が、え、これ欲しいって思ったものが売り切れだったりして、めっちゃショックだった。もう出遅れてる。いや、ユニフォームはね、多分買えるよ、まだ。
え、なんかホームにしようかなって思って。でもビジターも欲しいんですよね。でも多分これ受注発注やから、ちょっと待って。 WBC 選手名入りレプリカユニフォーム、ホーム オーセンティックユニフォーム、なるほどね。うん、しかもね、2023年の10月下旬頃より順次発送って、めっちゃ遅くない？めっちゃ遅いですよね。え？あ、びっくりした。ないかと思った。売り切れですって表示されたんかと思った。サムライジャパンオフィシャルグッズとサムライジャパングッズの同時購入はできません。どういうこと？オフィシャルグッズと、どういうこと？どういうことかわかんないんですけど、どういうことですか？うん？どういうことなんやろ。一緒に買えんってどういうこと？私あれが欲しかったんですよね。え、これが欲しかった。これあのね、フリーグラス、ビア缶フリーグラスが欲しかったんですよ。もう一回読み上げて。もう一回。あ、そう、受注発注やから、そう、売り切れなかった。そう、グッズは悩む前に買えです。めっちゃ面白い。時間かかっちゃうね。そう、うん、え、そう、優勝記念グッズとか。もう一回読み上げて。ちょっと待って。球団グッズと WBC グッズは別会計。え、じゃあさ、これさ、何やっけ、記念品と、記念品のグッズと、だからさ、キーホルダーとかそういうのと、何、ユニフォームだったり帽子は別ってこと？私これも欲しかった。ビアグラス、ビアグラス、おしゃれなやつ。なっちゃんさん、お花ありがとう。我々が生写真とアクスタ別で会計させられてるのと一緒。別なんや。なるほど、そういうこと、そういうことなんや。いつも別で買ってくださってるんですね。なるほど。そっか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 。うん、なんかさ、タンブラー欲しいなって思ったっちゃけど、タンブラー高くない？送料ってこれいくらなんですか？え、送料知ってる人いない？ね、送料知らん？誰か。トマさん、綺麗、ありがとう。それでビール飲む感じ。いや、そういうのビール飲めないんですよ。だから普通に、なんかお茶とか、あの、あれとか、サワーとか。え、マジで欲しかった。ビア缶フリーグラス。うん、欲しかったな。え、ロキさんの売ってるやん。やっぱでもないな。まあやっぱ大谷さんとダルビッシュさんはないですね。チェ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 、書いてないって。タンブラーそのものはいくらって。タンブラーね、え、タンブラーにもね、種類があるんよ。6050円のやつと1万何やったっけ、1万5000円のやつある。うん、そう、
全国一律900円、1回の注文の金額が10,000円以上で送料無料ってことは、ユニフォーム買ったらさもう無料ってことね。やないよ。いや、しかも売り切れ多い。うん、なんでさ売り切れの、全部さ受注発注にしてほしいんやけど。欲しかった欲しかったなんかポチポチしてる様子さ配信するのめっちゃ面白いね。これ本当に買えるかな、売り切れですとか表示されそう。うわ、白も黒もタンブラーないやん。何これ、ね、綺麗にあれですね、みんなが大好きな選手の皆さん、もう全員、ほぼ全員売り切れてますよ。全員売り切れ。あ、でも白と黒で違うよね。あ、これもかっこいいなって思った、あのキーホルダー、うん、あの牛の皮のやつ、買わなくてもカートに入れるの楽しい。めっちゃわかるめっちゃわかるわそれ。そう、なんかしかもグッズの種類がめっちゃ多いから、探すの大変ですね。あ、え、ヒノキコースターやって、ヒノキコースター欲しいね、ヒノキコースター欲しいでもコースター欲しいって昨日ね話しよったら、あのマミがコースター使うとか言ってきて、使うもんねっつってコースターなんてあったら使うじゃないですか。コースター使うことある？だってさコースター使うよね。でもさ思った、でもこれ選手の名前とね背番号が書いてあるんよ。その上にちょっとコップ置くの申し訳なくない？あ、え、なんで最悪、ソールドアウトって書いちゃうのにさ、ソールドアウトやった、完売しましたって、うーわ悲しい、めっちゃ悲しかった今、もうめっちゃ悲しかった、泣きそう。うちは持ってるんですよね。あれも欲しかった、スマホのストラップ。あ、クリアマルプチポーチも持ってるんよ、ソラの。あ、これ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 欲しい、これ欲しい、ね、あるかな。ねえ、もうなんで全部売り切れやん、全部売り切れやん、私が急いでポチポチしないせいで売り切れてますマジでなんで売り切れてるの。おー、Oh no、 めっちゃ売り切れてるじゃん。うわ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 、こっちはあるんかい。あ、何これ、フラッグ、もうあるもの買ってって
ね、結構欲しいもの買えないね。みんなも同じようなあの感じになったりするかな。選ぶのって楽しいよね。ピンバッジって何だっけ。ピンバッジ、あ、バッジね。どんなバッジこれ。ん、これ3つバッジがついてるってことかな。ジャパン、帽子、ユニフォーム。あ、そうね、とりあえず入れとけばいいか。とりあえず入れときますね。じゃあよく ちゃんとさ、カゴに入ってるかもわからん。これ種類何種類あるん、本当にめっちゃ思うけど。でも今頼んでも最短8月とかにしか来ん。なに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 、これユニフォーム型マウスパッド。マウスパッドって何ですか。クッションとかあったん、欲しかったの。え、クッション欲しかった。はぁ、ザのおバカですね。やっぱり最終日になって考えてるので。栗山監督がスーツの胸につけてたやつ、つけてましたっけ。じゃあこの後悩みますね、たくさん。パソコンで使う？なになに、パソコンで？パソコンの時に弾くやつ。パソコンの時に弾くやつって何？この時に、あ、マウスパッド、あ、あ、そっち、そっちね。あ、やば、そっちか、そっちか。なるほど。な、めっちゃいいですね。え、すごくない？めっちゃユニフォーム型のマウスパッド贅沢すぎる。そっちね。マウスパッドってなんて思って、口にどうやってつけるんって思って、うん、ユニフォーム口につけるのちょっと恥ずかしいわって思った。あ、こっちのマウスね、パソコンね。そっちじゃなかったらどっちって。口かと思ったマウス。でも大丈夫、安心してください、売り切れてるんで。マウスパッドってこっちか。なんか最近さ、もうさ、あのパソコン全然使わないので、あのマウスパッドっていう言葉すら忘れてました。うん、パソコン使いよったらさ、マウスパッドでも、あれマウスパッドとか呼んだことないかもしれん。うん、あるかな。違う、うるさいかしゃべるなじゃないよ。いや、なんかつけるかなって思って、マウスパッド。なんどうやってつけるんやろって思って、口になんかつけるんかなって思った、それだけです。うん、いや、マウスピースはさ、歯につけるやつやん。違う違う、クッション欲しかったんやけど。クッション買った方おらん？あ、でもまだ届いちょらんか。どんなクッションか知りたかった。いいなぁ。イラストグッズ。いっぱいあるね。待って、ソールドアウト多くない？めっちゃ多いですよ。タンブラー。あ、あ。え、なんか昨日ストラップさ、あったんやけどね。
うーん、え、選手が着ちゃった T シャツって1万1000円なんや、すごトロフィーのピンバッジセット5万円やって、すごいね。ユニフォーム買ってたら満足したって。あ、ユニフォーム買った？一回サラダの頭覗いてみたい。やめて。うん。よし、じゃあ。そうそう、終わりますね、皆さん。というわけで、ランキング読んでいきたいと思います。優勝した時の帽子とかも売ってますよ。今日までなのでね、皆さんも忘れなく。13位はさかなさん、12位はしまちゃん、11位は国陽さん、10位はピンクカメオンさん、9位はサッタンさん、8位はなあとまくさらねえかわいい、7位はあかつきさん、6位はむむさん、5位はいちごミルクさん、4位はわさっぴさん、3位はシアコアットマークアマトーさん、初めてかな呼ぶの。2位はドマさん、1位は8983さんでした。ありがとうございます。サラナちゃん本当に面白くない、面白くないですよ。うん、帽子なら私も買えるって。帽子なら確かにかぶるもんね。うん、というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。3月お疲れ様でした。皆さん明日からもう4月ですね。4月も楽しんでいきましょうね。というわけで皆さん、おやすみなさい。おやすみ、みんなありがとう、みんなバイバーイ、バイバーイ。あ、じゃんけんしてないか、ちょっと待って、せーの、せーの、そらのじゃんけん、じゃんけん、ブン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 、みんなありがとう、おやすみなさーい。